ジャンダルムは、アメリカ合衆国生産、日本調教の競争馬。主なカチクラは2017年のデイリーハイ2歳ステークス。馬名の由来は、アルプス山脈の名宝、アイガーの絶壁の名。現役時代にスプリンターズステークスと、高松の宮記念を制し、引退後は、アメリカ合衆国で繁殖入りした名品、ビリーブと、2013年の北米リーディングサイヤー。 キトゥンズ・ジョイとの間に生まれた。軽視同様、1歳の秋に日本に輸入され、鳥取県の大仙ヒルズで育成された。母の子は、安田記念3着のファリダと、アイビス・サマーダッシュ2着のフィドゥーシアなど短距離馬が多かったが、父の3区には、シワ中距離を得意とする馬が多く、育成時代から本馬には、距離の融通性があると見られていた。 立党、池江康氏受給者に入級し、9月9日に、阪神競馬場で行われた、新馬戦でデビュー。ミッキー・アイルの、全員オートスターリーステージが、単勝1.4倍と圧倒的人気を集め、本馬は、単勝4.2倍の2番人気だったが、4コーナーで少し外に逃避する場面がありながらも3番手追走から、楽々と抜け出し、ウインを飾った。安城の竹豊は、 これまでのビリーブのことはイメージが違うね。スプリンターという感じじゃない。マイルから2000メートル。距離は持つと思うとコメントし、オーナーの前田浩二は、ダービーまで行ってほしいと期待をかけた。2戦目のデイリーハイ2歳ステークスでは、竹豊の負傷によりアンドレア・ゼニーが起乗した。9等立ての5番人気と評価は高くなかったが、直線で鋭く伸びて、 デビューに連勝での重賞初制覇を飾った。あっぜににとっては、これが JRA での重賞初勝利となった。次戦は、朝日ハイフューチュリティステークスではなく、新設 GI のホープフルステークスを選択。竹豊が安城に復帰し、早い流れを中段の後ろで追走。直線で一旦は抜け出しかけたが、外から伸びてきた。 タイムフライヤーにかわされて2着となり、初代王者の座は逃した。弥生賞から始動。道中では4番手を追走したが、直線では先に抜けたダノンプレミアムを捉えられず、外から追い込んできたワグネリアンにもかわされてしまう。しかし、逃げ粘るサンディバルは、花さかわして3着は確保した。サツキ賞ではゲートをジャンプして出る形となり、 やや10のババにも苦しんで9着と初の馬券外に沈んだ。レース後、安状の竹豊は、スタートが痛恨でしたと悔やんだ。サツキ賞の翌日、オーナーの前田孝二から、ダービーで3着以内ならという条件付きで、外線文書を参戦に向けた一時登録を申請したことが発表された。同時に、米国のブリーダーズカップへの参戦プランも明かされた。しかし、 東京優春では4コーナー手前で早くも1杯になり、ブービーの17着と大敗を喫した。竹豊は、距離かな。敵距離のマイルぐらいがいいねと敗因を2400メートルの距離に求めた。秋は、ブリーダーズカップマイルへの挑戦が表明されていたが、レーティング不足により遠征を断念することが7月24日に発表された。秋初戦となった。 富士ステークスは7着、マイルチャンピオンシップは16着と惨敗する。東京新聞杯から指導し、14着。5ヶ月半の休み明けとなった中京記念から富士井、寛一郎に乗り換わるも6着に敗れる。自走形成杯オータムハンデキャップで、久々の馬券内である3着を確保する。しかし、富士ステークスは18着と最下位に敗れる。 以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。